「無常人人未明の方は百千万号にも相おうことをかたし我今検問し受事することを得たり願わくは如来の真実義を下したて祭ら何万ダブ何万ダブ」えー、初日から、まあ、同じようなことをいつも申し上げてますけれども。 まあダブルスタンダードというダダブルスタンダードというのは浄土真宗の教え救いが二つ存在しているってことですね一つは「単二章の中に説かれてある救いでありましてそれは阿弥陀様の十八眼に念仏申す者を浄土に迎え取るとお誓い下さっているとですからその十八眼を信じて念仏して浄土に往生していくという救いです。もう一つはこの五文章に説かれてております救いでして 五文書は名号を聞いてそして自力を離れて浄土に往生するとこの二つあるということですねところがまあ後の方のお説教はあまりする人が少ない、うん、なんであんたそんなこと知ってんのかというと実は私はあの京都の西本願寺の不教師養成所といいますか不、うん、教師の資格取るために入るのには伝道院というところに入らないと 不教師はは取れなない入っただけではダメなんでんすね試験がありましてそれをパスしないとこういう不教師にはなれないわけです。浄土真宗の僧侶はみんな布教することに決まっておりますがなぜ布教師という資格があるかというと例えばこういう別院の条例とかご本山の条例とかは布教師の資格がないとそこでは布教ができないという決まりがあるわけです。でそこでで私は縁があって20年ですね この伝道院で不教師養成に携わってきた中で気がついたことです今もう私はそこで教えてはいませんがやっぱり二つ法話があるなと一つは今言ったように十八眼を信じて念仏して浄土に生まれるという法話とあと明号の言われを聞いて明号の言われというのは名も阿弥ブ仏とは一体何か。 これはまあ午前中にお話ししましたけど、本願成就ということですね。本願成就とということはもう私の計らいが一切必要ない阿弥陀様が私を浄土に生まれさせようと働いていてくださるその働いていてくださるのになぜ私が助からないかというと船があっても船に乗らなければ向こう岸に渡れないとす。で 船に乗らないってことはどういうことかって言ったら私は泳いで行きますからいいですって言うんです <laughs> これは何かっ,たら自力ってっっててうんです船に乗るるここととは、ね、任せるってことなんですよだから阿弥陀様の働きが働いているそれを私に知らせるのが名門阿弥陀仏の名号ですからその名号を聞いたらこっちの計らいに用事がなくなるいわば私が何かやってお浄土に参ろうという心が必要なくなる。 必要ないものは捨てればいいんですから。だからもろもろの造業を投げ捨てて、一心に皆に奇妙をすればってことは。ただ一筋に阿弥陀様にお任せすれば。不可思議の眼力として、仏の方より王女は自情せしめたものですから。ういつ臨終が来ても仏になる身に、もう決まっているということです。これがね、死の解決なんです。さっきそこであの、築地本願寺が出してる。 えー、月報ですかそれちょっと読んだらね質問がねあんまり私は申し訳ないけど、えー、たまに読むんですけどね質問が出てました、うん、死,の死ぬのが怖いけど死ぬのはどうやって解決したらいいんですかとそういう質問が出てるんですすごいこと聞いてるなと、うん、正直ですよね子供ってねすごい正直なんですよ、うん、死ぬのが怖いはっきり言いますからね えー、それ子供がそう言われたら皆さん何て言います <laughs> 結局だからねその答えがねいくつか出てたんですけど阿弥陀様に任せようというの一つもなかったね、うん、それとかね「死ぬのが怖いのは坊さんも怖いんです」って言ってる <laughs> これ、まあ、あの名前が書いてあるんで、えー、あんまり言うとね、えー、あの批判になるんで、まあ、黙ってますけども。 怖いですかねもちろんあの皆さんね死ぬの怖いあのね信心頂くってことはね死ぬのが怖くなくなるんです何でかっつったら死ぬっていうことがどういうことかっていったら生まれるっていうことなんだとあの一つの状態が終わるということは何かが始まるってことなんですよだから死はあのそのまま生なんです死ぬってことは生まれるってことなんです もっと言えば生まれたから死ぬんですよだから生児ということが要するに紙の裏表の状態なの、うん、生きているということがあるから死ぬんでしょと、うん、いうことは生まれたから死ぬんですよ死ぬ原因は生まれたことだと、うん、例えばコロナで亡くなったとか癌で亡くなったって言ってあんたのお父さんなんで亡くなったい,いや癌で亡くなりました癌で亡くなったんじゃない 生まれたたからなくなったんです <laughs> じゃあがんは何やっつったらがんは縁です生まれたという原因があってそこに縁縁が合わさると陰と縁が出会うと結果が出てくるだから陰と縁によって物音が生まれるっていうんで因縁正気という因縁正気を略すと縁起になるんです 仏法っていうのは非常にあの考え方科学的でだから必ず物事には原因があってその原因は原因だけでは結果は生まない因と縁が合わさることによって果が生ずるとだから生まれたという原因によって死ぬという身に私がもうなっているわけですそれが常に今ここにあるんですよでこれを人間っていうのはごま,しごまかしながら暮らすんですどうやってごまかすか言ったら まだ先 <laughs> ねだからね人間っていつか死ぬよねって言うと「いやそんな縁起でもないこと言うな縁起でもないこと言うな」ってない今はそんな話をしないでおくれっていうのは何かったら今の問題に触れるなってことなんだそうやって先送りしていくそれとかねあとまあ浄土真宗じゃそれはあの本願寺にはないけどよくお寺とか神社にはあのお札があるじゃないですか。 あれててて書いてあるか知ってます無病息災って書いてあるだからこのねお札をいただくと無病ですから病気になりませんでそんなことはあるはずない息災の際は災難ですから一番の災難は何かあったら生きている者が死ぬってことですよ。で即ってことはねそれからね止まるってことです。 死ぬのが止まることはない <laughs> だから無病息災っていうのはあれをね受けとけば今年大丈夫というのはね大丈夫じゃないですよね全然ね <laughs> ご,ごまかすんでもない蓋するんでもない今あるここの問題を正面切って解決する問題これが浄土真宗のお長問なんです。 だから皆さんその死んでいく問題を聞きに来てるわけや。どうやって解決するんですかって言ったら私では解決できないんです <laughs> 死ぬことは。だから私で解決しようという心は置いといてねで私にそのねあの大変な問題があるってことは阿弥陀様がご存知なの。それを親鸞上人は和三に歌いまして。 如来の左眼を尋ねれば左岸っていうことは阿弥陀様がご本願を起こしてくださった訳を尋ねれば苦悩の無常を捨てずしてつってだから我々の苦しみを捨てずしてエコ光を主と下まいて大悲心をば成就せるってことは南蛮阿弥陀仏の名号となって働いてくださってるってことです。苦悩の無常っていうのは私の話でしょ。 そそししたら私のの最大の苦悩って何でですすかかれつない死ぬことです <laughs>。人間にとっての最大の苦しみは死にたくないということです。死にたくないのに死ななきゃならんということですそれを阿弥陀様の方が先にご覧になって如来の左岸を訪ねれば苦悩の鬱情をせずしてエコーを主とエコーっていうのは阿弥陀様の救いの働きをエコーという。それを中心として 大悲心をば成就せりということは大悲心は要するに仏様のお心ですから全ての生きとし生きるものを苦しみの状態から救ってやりたいというお慈悲の心それを成就した姿が南無阿弥陀仏の六字の名号とこういうことになる。だから南無阿弥陀仏の名号を聞かせていただいてそして死を超えて死の問題が解決される。とということは 紙の裏表ですからねだから表が正だとすると裏が死なんです死の問題の解決っていうことは表の正の解決でもあるわけだから阿弥陀様にお任せするということは死の解決と同時に正の解決でもあるからそれが要するに浄土に生まれていく日暮らしということをこれを 浄土真宗は説いてるわけです信心をいただくってことはどういうことかという話をしているんですね信心をいただくってことはさっき言った単二章ではね単二章の読み方が実はある私の師匠の一人の稲城千年和女という方は単二章をいろいろ講義なさって単二章は一番最後から読めって言うんですどういうことかというと最後は二種人心となって 私は仏になることが何一つできないものだと仏に何一つできないものをお救いくださるのが阿弥陀様なんだとこっから読んでいくやつです。よねだけどそういうふうに読まないと一番最初から読んでいくとどうなるかって言ったらただ念仏して阿弥陀様に救っていただけっていう話になるからお念仏さえすれば助かるというお話になっていく。 そうすると念仏すれば助かるという中にその力力とととかか他っていいうこががけじめが立たないです、うん、そうするとね「歎異抄」は間違いなのかってそんなことない。もっと言うと今言ったように「歎異抄」型のお説教がどこから出てくるかっつったらこれは言うならば法然上人の教えです。 法然上人の「戦略本願念仏衆」というのはまさに「歎二章の内容がそのまま戦略本願念仏集の内容になっている。だから法然上人の戦略衆というのは十八願を信じて念仏して阿神田様の浄土に往生していけという法話なんです。ところがその教えがねまず 浄土教以外のお坊さんたちがそれを批判したわけです法然上人の教えをね。そんな口に何万ダブスと唱えたぐらいで仏になれるそんなバカな話じゃないだろうとこういう句るわけよね。でその批判に対して法然上人はあの批判に応えるってことはなさってないんだけどその法然上人が亡くなった後にその批判が出てきたんです。 ってことはそれまでは戦略本願念仏集は誰から構わず読ませてはいけないとその戦略誌の最後に書いてあるだからもう弟子たちがそれを外部に出さなかったのねそれがなぜか法然承人が亡くなったら翌年にもう誰でも読める状態になってるんですよそれでそれを読んだ方々がねこれは絶対仏教じゃないおかしいって言い出したからそれを神断承人が知って 戦略衆ををすことを許したのは6人しかいないその6人の中の1人が親鸞上人ですからこれを黙っておったんでは法然上人の御恩に報いることにならんというわけでその戦略衆を批判する人たちに対してそれの反論を書いたのこれが教業ですだから他の人たちが戦略衆を批判するということがなければ協業心っというのは生まれてないんですね。 うん、だから先弱衆を批判した人たちは実は仏様菩薩かもしれないそれがご縁となって親鸞聖人が教行心臭を表してくださったおかげで浄土真宗の教えがまさに念仏で往生なんだがその念仏は他力の信心の念仏で往生だ。だから念仏往生というよりも信心が浄土往生の院であり信心が仏になる院だとこういうことを言ったのが親鸞聖人です。 それまではね修行すると行があって行があって悟りがあるとこれが仏教の常識なんですだから修行しないと悟りは開けないだけど親鸞聖人がおっしゃるのは「真」が悟りに結びつくんだと。ですね。 何を信ずるのかってったらこれが明後ってことは何度も言ってますけど本願成就ですね。本願成就ってことは私を仏にする阿弥陀様の働きがもう働いてるってこと働いてる働きそれを私に伝えるのが名無阿弥陀仏の明後だ。仏様は見えませんから見えないから仏の存在を私に伝えなきゃならん。 うん、何度も同じ例えで申し訳ないんだけど「春が来た」って言ったって春が見えない見えないけど「春が来た」ってなぜわかるかって言ったらそうすると「春」というのは花に花を咲かせる働きを「春」と呼んでるわけねと我々は「春」花を見て「春が来た春が来た」阿弥陀様は見えませんが「南茂阿弥陀仏」という名号を聞くことによって「 阿弥陀様が働いているということを私たちは知るんですよ、うん、だからお念仏は私に阿弥陀様があなたを仏にすると働いておるよと知らせてくださってる阿弥陀様のメッセージなんですだから阿弥陀様の側のからから言ったらナモは任せようだからあなたを仏にする仏が働いているから任せなさいが名も阿弥陀仏それを聞いて 阿弥陀様にお任せしますと私が唱える念仏が「南無阿弥陀仏」だから私の唱える念仏は「南無はお任せいたします」阿弥陀様にお任せいたしますというお念仏なんですこれが要するに私の死の問題の解決なのだから「南無阿弥陀仏」を聞いて助かるそうするとなぜねこういう二つができたのかといったら「 このいえば十八願を信じて念仏を申せば仏になるというこれは。はっきり言ったら法然上人の説いた教えとぴったり一致するんです。で一致しないとおかしいですよね。法然上人の親鸞聖人弟子なんだから。だけど一致するんだけれども。この法然上人の親鸞聖人のお言葉は。関東に。法然親鸞聖人がやってこられて関東の人々に。 法然人のの教ええを伝えた時のお言葉なしかあ,あ、これはいろいろ歴史の先生にね今月の31日にこの築地本願寺で私は今井正先生ってあの歴史の先生とコラボで2人であの法和会やるんですけどそれもし時間がある方があったらご参加ください。その今井先生っていうのはこのあの筑波大の教義をやってらっしゃってこの関東に詳しいから。 ご自分が教授をやっている時にいろいろあちこちのお寺を調べてですね親鸞聖人の歴史を調べた方ですそういう方に聞けばよくわかりますけどもだから親鸞聖人がなぜ関東に来られたかという理由いろいろ説がある私はこれは法然聖人の教えを聞きたい関東の武士たちがね武士っていうのは人殺しますから人殺しする武士にとっての一番の悩みは地獄に落ちるということです。そうすると 武士をやめなくても、うん、武士をやめ,なや,やめたいけどやめられないで武士をやってるまんまで地獄に落ちない方法ないかっつったら法然書にあるって言うんですそれは何やったら念仏だとだから本願を信じ念仏を申す者は悪人善人関係なしにみんな浄土に生まれるぞってことはね 「老少全幕の人を選ばれず」って「歎異抄」に書いてあるのあそこで老少だから年寄りとか若いとか善人とか悪人を選ばないとただ信心を持って用途すべしっていうんだからあそこで言う信心は念仏する者が浄土に間違いなく生まれるということを信じて念仏を申しなさいよっいうことです。これが要するに法然上人の説いた教えなんです。それを武士が聞いて 武士が聞いて関東に喜んで帰るんだけど関東はすでにもう特に群馬県ってところはね法然上人の墓を暴こうとした天台のお坊さんがいた,いた上っていうだから親鸞上人は群馬県ではあの布教してないですね通ってはいる最近通り道が分かってきたえー どの道通って親鸞上人がえちあの要するにあの長野まで善光寺をお参りしたことが分かってるんですよ善光寺から群馬県を通って讃きって言って群馬県の一番の南の館林たりまで行ったことは分かってるんだけどどの道通っっって行たたか分からなか分なこれが今ね最近分かったのは当時道は1本しかなかなった東の山の道ってかで東山道というそれは赤城山のね南面をずっと通っているんです。 そういういことがわかってきたでそれな何んなんでその関東に呼ばれたのかっていわばあの弟子たちあの要するに弟子あ武士が関東に帰ってお念仏を喜んでたら天台のお坊さんがやってきて「お前そんな法然の教えはね仏教じゃないんだ」って言い出したから <laughs> 反論したいけど武士は反論できないわけですよ。勉強してないから。だから法然上人に来ていただきたいけどそういうわけにいかん。だから法のの中の皇帝に 来ていただく以外ないって言って、親鸞聖人を選んだのが小信坊という弟子なんです。小信坊という弟子は、もともと法然上人の弟子なんです。で、法然上人の弟子であったときに、親鸞聖人と出会って、親鸞聖人の弟子になった人だと。で、まあ、それが小信坊が呼んで来てくださいって言うんで、親鸞聖人はその行為に応じて、関東にやってきたわけです。 で関東の弟,あの要するに弟子たちでで最初武士なんですだからね稲田の草庵ってところに20年近くおられたっていうけどあの稲田の草案を寄付したのは宇都宮市といって豪族ですからね武士ですからそれがあの土地を寄付してるんですであちこちそうやって大念仏の教えを広めていったのはそれはもう親鸞上人の教えなんてみじんもないわけです。全て法然商人の教え だから「歎二章の第二章には「ただ念仏して皆に助けられ参らすべしと」と良き人法然上人の,の言うことを聞いて信ずるより他に別の人にな,な,なっているわけ。あれが要するに関東でやったお説教が全部念仏往生という法然上人のお説教だという証拠なんです。 さっき言った蓮如聖人の御文章とどこが違うかって問題が出てくるお経が違う法然聖人は浄土三部経というお経をねお釈迦様はたくさんお経をときになったけれども我々の拠りどころは浄土の三部経であります 浄土の三部教というのは一つには仏説無領寿経、仏説寛無領寿経、仏説阿弥陀経、これは三部教その中のことに法然上人は仏説寛無領寿経の訪問をお説きくださったわけそれなんでそんなことがわかるかというとさっき言った「戦略本願念仏宗」に「私は禅道大師をお師匠様と仰ぐと」とこう書いてあるんですよ。 禅道大師って方は七高僧のお一人で、えー、西暦700年ぐらいに中国にお生まれになった高僧ですねこの禅道大師は実は寒無量寿経ってお説教はどういうお説教かというと修行して悟りを開こうと思っている坊さん方にお念仏して浄土に生まれなさいっていうふうに勧めたお釈迦様が勧めたお説教が カンム領事教のお説教なんですで、それと同じお説教が阿弥陀経のお説教だから浄土三部経のお説教の中のカンム領事教と阿弥陀経は念仏して浄土に往生するという訪問なんですそれに対して仏説無量寿経という訪問は阿弥陀様の修行によって私たちが自力を捨てて 浄土に往生していいくという訪問なんですお経が違うわけそうするとねどういう官無領事経とあのあれ大無領事経の違いは何かったら官無領事経というのは我々の考えにぴったり合う。昨日からそれ言ってんですけどねどういうふうに合うかというと我々の考え方は。 幸せをを手にに入れるは良いい行しなゃなら悪い行いをして幸せになるってことはありえないですからねだから持っていた仏教は幸せになりたかったら周りを幸せにしなさいって言うんです周りを幸せにするとそれが自分に返ってきて自分が幸せになるっていう行いでも言うことでも心でも全部周りが幸せになることを思い周りが幸せになることを言い周りが幸せになることをやんなさいよと。 自分が幸せになることを中心にやっていくと最後は、ね、周りも苦しめて自分も苦しんでいくんだと。だから良い行いをした結果が幸せがやってくるっていうのは我々の頭があのもうそういう頭になってるわけです。だから極楽浄土という仏様の悟りの結果を得るにはどういうような行によってだから行いですね。 王女浄土極楽っていう悟りが得られるのかという頭これに対して念仏という行で阿弥陀様の浄土に往生して悟りを開くと説いたのが法然上人のお説教です。この法然上人のお説教によって親鸞聖人は比叡山のお坊さんをやめてそして法然上人のお弟子になったわけです。 親鸞聖人が29歳の時に100日間六角堂にこもったっていうのはお浄土に王女をする道を聞いたこれは奥さんのお手紙に五世を祈らせたまご,ご世を祈るってことは浄土往生を願,願われて六角堂にこもられたらば聖徳太子のお告げによって法然聖人のところに行きなさいというお告げを受けてそして法然聖人のところに100日通って。 問答した挙句に法然上人が念仏が今の時代にただ仏になれるたった一つの道なんだよという教えと出会ったわけです。だからただ念仏して皆に助けられまいらするとからこれはまさに法然上人の教えなんだよ、ね。ところがね親鸞聖人が本当のこの「他力」の教えっていうのに出会ったのは果たして法然上人と出会った。 その時だろうかとこういう疑問が一つあるというのは何かといったら和算を読んでいくとねこういう和算があるんですよ天神菩薩の御事をも乱死時延べたまわずは他力高大遺徳の神行いかでかさとらましこういう和算があるこれドンラン大師の御和算実は和算で一番多いのはドンラン大師の和算が一番多いです これはどういうことかと言ったらね法然聖人のお弟子になったら法然聖人が三部教を読みなさいよ三部教が我々の拠り所のお経ですよただし三部教を読むには参考書が必要だ,だお経というのはこれは仏様のお言葉で神壇聖人は必ずねあのお書物の中にお経を引くときにのたまわくっていうのねこの字を使うんです 教にの玉枠そしてお経を解説した菩薩がお経を解説した論論を引くときには教に論にま玉枠この和津子っいういます。で菩薩ではない人間の中の構想師匠人間の師匠というか忍死というんです認識の文章を引くときにはこの字を使う。これみんな野玉枠って言うんですおっしゃったってことです。 そうやって厳密に仏様のお経とあの仏説の書いた書物とだから忍師の書いた書物を厳密に分けてる分けて引いてるってことですこれがもう仏様のお言葉をもう最も最重要してるってことの一つの漢字の使い分けなそれでこの論だから浄土三部経を読むにはどういう参考書を読むんですかったらそれは浄土論だと、ええ、浄土論 こう教わったんですねこういうことをおっしゃったのは法然聖人だけです三業一論三部教と浄土論をセットにして勉強しなさいよだから当然法然聖人と出会った診断聖人はそれ以後一筋に三部教の研究に打ち込んで行かれたしかも三教書として浄土論を参考書として読んでったんだが で、で浄土論を書いた方が天神菩薩ですだから天神菩薩の御事をも「乱死時延賜わずは」ってことは浄土論を今度解説した忍誌それが鈍乱大師なんですところが親鸞聖人はこの鈍乱大誌を菩薩の扱いにしてるんです人間,人間の忍誌ではない人間の師匠じゃない菩薩 だからあの浄土論の参考書の「論中」っていうんですけどね浄土論中を引くところには「どんらん大師」の言葉には必ず「のま玉枠」ってこの字使ってるだから菩薩が書いたんだって言うんですでもっと言うと浄土論と論中を一緒にだから「論にのま玉枠」って言いながら浄土論を引いてたりする。 あ浄土論にのたまをくって言って論中を引いてたりするんですだから解説の浄土論と論中を一緒におっしゃってるんですねだから法然上人のお導きに従って三部教を研究し始めましたその参考書としては浄土論を読み始めたけど分からんなんでかと,いうと浄土論を読むとねこれは菩薩が菩薩の修行をして浄土に往生していくというように読めるんだよ。 どうやってもだから浄土論という書物は非常に難しい書物ですね。あれ当時のあいわば浄土論を書いたのは天神菩薩ですね。天神菩薩は「由意識」という学問にのっとってそしてあの菩薩道要するに仏になる道はこの道なんだって表したのが浄土論だっていうんです。だだからら、ね、菩薩だったらできるけど そんなもの凡夫である私がとてもできるような話じゃないからだから浄土論を読んでも三部教の意味がよくわからんって菩薩向けのお説教かって菩薩向けのお説教だったらそれは私には間に合わんわなって言ってたら今度らん大師があら菩薩向けじゃないあそこに菩薩の姿が出てくるのは実はねあれをやれっていう話じゃなくてそれを

どんらん大師の書物を読んで初めてわかりましたって言うんだから新壇証人が他力に出会ったとは論論中を読んだからですお名前がそうなっている新証人は比叡罪の時のお名前が半年って言うんです半年半年さんが法年証人の弟子になった時に一番最初にいただいたあの名前がシャック これは道釈禅師の釈という字で道釈禅師という方は禅道大師のお師匠さんでね今は末法という時代であって末法っていうのはねお釈迦様の教えだけが残っていてそれを修行する人がいない時代今日本末法です、うん、浄土真宗以外のお坊さんが結婚しているっていうのはもう末法なん 教,教神書に,神断書には末法のお坊さんのの姿を引いてます末法のお坊さんはねどういう生活してるかって言ったら自分の子供のせい手を引いてお酒を買いに行くって書いてある <laughs> 私の生活 <laughs> ねえ教えはあるけど修行する人がいないんだだからこのね真っの時代にはただお念仏して 浄土に往生する以外仏の道はありませんよと教えたのが、道釈禅師って方だ。だから道釈禅師のそのね、教えを聞いて、それを教えてくれたのが法念上人だが。法念上人は法念坊釈玄空ですから。法念上人の空の字と道釈禅師の釈の字を合わせて、釈空と最初のあの。この署名が、あの七か条、きょう、あのあれですね、七か条の。 禅というのがあるんですけどそこに親鸞聖人がサインしたのが今残っています最初のお名前はシャックなんですそのうちに今度は禅神と名前書いたこれはいちいち説明すると時間がもうなくなるんで飛ばしますけど禅は禅道大師の禅禅は原神箇所の禅だから七高僧の中のだから道釈禅師と 法然上人と禅道大師と源信歌って4人出てきたなぜか龍二菩薩はいないんだよねだからあと残っているのは天神菩薩とらん大師でしょうだからさっき言ったように論「論論中」を読んで、ねえ「天神菩薩の御事をも乱死時延賜わずは論中」を書き残してくださらなかったら「他力高大糸徳の新行 だから、この救いは全部。心 <laughs> も行も他力なんだという話です。だから親断証人が。本当の他力の教えに出会ったのは。論中四だから。 だから和さんで一番多いんですよ浄土論のらん大師の和さんが。もちろんお師匠さんは法然だからね法然上人はそんなことは知ってるね。知ってるんだけど当時浄土教が全然ない時代に修行して悟りを開こうというお坊さんたちに対してどういう教えを説くかといったらお念仏して浄土に往生していきなさいという教えを説いて だからそうやってこの世界でこの世で悟りを開こうというお坊さんたちに浄土浴を進めるという役割が法然上人の役割なんです。だから法然上人の存在があったから親鸞聖人が比叡山を降りてお念仏の行者になったわけですよ。で法然上人は全部この言ったね「どんらん大師」の論中も知ってる。知ってたけどいきなり 真も行も他力ですよとの何のことやらさっぱりわからんというのでさっきの我々に合わせてじゃあ法然様は浄土に往生する行とは何ですかそれはお念仏だとだからただ念仏して御座に助けられ参らすべしはこの教えなんですところが念仏ただ念仏してというところには自力も他力も立て分けがない だけたりきの念仏のことを言ってるんだってことを親鸞聖人が悟ったのは論論中を読んで,です、ね、この論「論論中」は何を何のお経をもとにしてこの「たりきの信仰」を説いたかったらこれが仏説無教なんですだから三部教の中の三部教の中の「仏説無量儒教」というお経を これを拠り所とするんだって言ったのが診断書じゃ法年聖人は間違っていた方は間違っていないです法年聖人はここに引き入れるために官務領事教のお説教をしたわけですだから官務領事教のお説教は修行して悟るんだという人向けに説かれているわけですじゃあその行は何かと言ったらそう念仏やじゃあただ口に何万座物と言ったぐらいで ねえ、そんな仏様の世界に生まれるなんてありえないでしょ。ったらいや、その念仏はね。阿弥陀様が選び取って、我々に与えてくれた念仏なんだって。です。だから難しい行では往生できないから、それは先弱種に出てる。寺を作った者がお上土に参らせると言うんだったら、お金持ちしか参れない。戒律を守ってるものが。 浄土に生まれさせるっていうんだったらさっき言ったように子供のの手をを引いいいて酒を買いに行くものは助からないですだけど念仏してっていうことになったら末法の時代であろうとも戒律を守れないものであるともだから老少年寄り若者善悪善人悪人を選ばれずですねあと戒律を守る守りも一切選ばないだからただ念仏で浄土に往生するんだと。 念仏往生ってことを説いていこをてったわけですそれによって親鸞聖人はお念仏して浄土に往生するという教えに転入してそしてお念仏を申しつつ三部教を拝読していったらまさにこれは全部一切,合切他力という話なんだ,だから阿弥陀仏の働き一つで助かるというんだったら私の受け持ちは何かあっ,ったら私の受け持ちはこれ一つになる。 念仏じゃなないででしょ行も神も他力なんですからだから念仏も他力で信心も他力なんだから、うんね、全部が阿弥陀仏の働きで助かるって言ったら今言ったら私をねもうお浄土に連れていく船は存在してお浄土に連れて行こうと働いてるわけですよ。だけど私がお浄土に生まれない原因は船に乗らないってこと。船に乗らないってことは 阿弥陀様の働きを疑ってるっうだから自分で泳いでいきますよってのこれを自力というわけです。これを自力、うん、だからそうやって念仏して浄土に往生しよう弔問して信じいた頂いて往生しようこうなってああなって。 だから今の私じゃなくて今の私がこうなったら救い今の私がこうなれば救われるとなって今の私が変わることによって助かろうとしている人はどこがおかしいかっつったら阿弥陀様の無条件の救いを疑ってるということです。これを疑いっちうんです。だから南門阿弥陀仏の名号を疑ってるわけ。 本願成就の南無阿弥陀仏を疑ってるからどうなるかっ言ったら私が何かやることで助かろう私が変わることで助かろうとかかるこれを自力心といいこれを疑いって言うんです。その疑いがどこでなくなるのって言ったら南無阿弥陀仏が本願成就であり私をもう仏にしようと働いてくださってる。 阿弥陀様の側からのメッセージであるだからそのまま助けるから我に任せよという阿弥陀様の救いであるということに出会って自力がなくなるんですこれが仏説無料儒教のお説教無料儒教の中心は本願常事門です十八願だという人がいるけど十八願で止まってちゃダメなんです 十八願成就までいかないと浄土真宗にならない十八願で止まってたら念仏する者は助かるという話で終わってしまうんですよだけど十八願成就ってことになったらすべて行も信も阿弥陀様の働き一つってことになったら一年これが本願成就もその明後を聞いて「信人歓喜ってことは本願成就を聞いて「 私の計らいがなくなって門後明後新人官義ないし一年が真の一年なんですその時に王女が決まるそうするとねお念仏がどこ行っちゃったんだって話になるわけよね実は私の計らいが取られたらすでに働いている阿弥陀様の働きがそのまま私の上に働く 実は阿弥陀様が働いているのにその働きを邪魔してきたのは私なんです念仏なんて誰が唱えるかとかね唱えないということも私の計らいもっと言えば唱えて助かろうも私の計らいだから唱えるも唱えないもどっちも計らいこれが取られたら私の計らいがなくなってしまったらどうなるかとて言に私の上に届いて働いている阿弥陀様の計らいがそのまんま 私の上に現れ出てくるそれが名も阿弥陀仏の念仏だよって言うんです。だからお念仏というのは阿弥陀様が働いてるんです。だから浄土真宗は念仏して助かるんじゃなくて、お念仏とは何かということを聞いて助かるんです。だからこれを文語妙語信心関義内視一念いう。 このことを説いてくださっているのが無量儒教でそれを明らかにしたのが新蘭聖人の教行神章で教行神章をガーッと縮めるとここにある五文章の承認一類書になるというこういう話になってくるわけですね、えー、時間が参りましたちょっと時間が4分ほど過ぎまして、えー、皆さん方もご予定があるでしょうから話はここまでにいたしまして寛容は五文章の拝読といたします 商人一流の御関家の趣向きは新人のもって本とせられそうろう。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に奇妙をすれば、不可思議の眼力通して仏の偏り往生は事情をせしめたも、そのくらいを一年ぽっき入賞上しじゅとも釈し、 その上の庄名念仏太如来我が往生を定め玉石ご恩法人の念仏と心べきなりあなかしこうあなかしこう何万だべ 致しをたしましょう名前来拝本日のご講師は群馬県西福寺の阿部新岸でございました